さん、こんにちは、おたかです。はい、こんにちは、おかねです。今日は、ブオキさんに来ております。イエーイ。初めて来るお店なんだけど、美味しいかな。まあ、美味しいんじゃないですか。混んでるんですけどね。有名店だからね。有名店だからね。はい、それでは本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。座る場所ないね。あ、ここ？ここ座ってなさそうじゃない？辛いか、うん、あのちょうどあの真ん中ぐらい辛いか、うん、あと全然辛くないです。辛さの程度が3段階から選べるってことね。そうですね。おお、いいね。結構混んでるんですね。結構混んでるね。すごい。はい、結局食べ物は今オーダーしたの？オーダーしました。ナッシチャンプルのオーダーしました。ナッシチャンプルね。はい、これナッシチャンプルの。え、何味にしてくれたの？真ん中です。真ん中ね。あ、やっぱ真ん中ぐらいにしとかないとね。そうですね。怖いからね。怖いから。あ、ありがとう、真ん中にしてくれて。そうですね。それもなんか、メンガムキングとかのね、あらかたもあるんだけど、アヤムトゥトゥ、アヤムゴレ、アヤムスー、サキンデリス、アヤムゴレとか、アジョルラとか、カチャンゴレ、サモロとか、いろいろあるんですけど、これが、あの、ナシコタ？ナシコタはお弁当の方もできるんです。お値段は3万5000から2万5000から3万5000、ね、プラスにアラカウトでちょっとつけていくと少しずつ増えていきますよってやつね。あ、そうですね。これあのお弁当の方ね。お弁当のパッケージ、パッケージね。オレオレもあるんだ。オレオレもあるんですよ、お土産の。お、結構高いと思うんだよね。約13万もあるんですよ。アイアンブトゥトゥだからね、ワンパッケだから、ね、一匹のアイアンブトゥトゥじゃないと思うんだけど。フローズンで買ってるもんね。いつでも食べれるよ、ね、そうですね。いつでも食べれますよ。はい、商品が届きました。おー、イエーイ。こんな感じです。おー、美味しそう。ナッシチャンプル、大きいです。ちょっとね、お皿回してみてますけれども。はい、美味しそう。はい、早速いただいてみたいと思います。私まだ外入ってますよ。何？さっきが入ってないと。あ、さっきか。大丈夫だ。今来るのか。来るの？まあ別に大丈夫です。はいはい、それでは食べてみたいと思います。じゃあ、まあ、さてからね。さてから、どうですか。うん、美味しい。美味しい、やっぱり美味しいですか。うん、やっぱり有名店だからって無難に美味しいね。うん、あったんですね。まあ、無難にして失礼かもしれないけど。お、サンバルマタが上でかかってるじゃん。お、サンバルマタはね、うん、私はサンバルマタないもんね。あれ、嫌がらせになってるんじゃない。お、ここでのサンバルマタないね。ないよね。サンバルマタありとなしで頼んだよ。まあ、それ同じですよ。同じだよね。同じこうセットメニューみたいな感じだよね。そうですね。で、辛さだけ選んでる感じだからね。そうですね。おかしいね。ここ、取ってもないじゃん。どうしたの？ノラキラーたち。あのね、あの、確認しないといけないですからね、そういうのね。そうですね。はい。いただきます。はい。うん。味も美味しい。うん。パリに来たって感じするね。辛さは、うん、辛さもちょうどいい。あ、うん、よかったね。このサンバルマト食べてないから。サンバルマト、うん、うん、じゃあ私もいただきます。うん、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 
しい、さすが満タン、満タンいただきました、ありがとうございます、うん、こういうね、緑の野菜とかね、そうですね、すごい美味しいね、うん、あっちゃん感じやね、うん、混んでるからこの時間もまだ混んでるからすごい、ね、うん、今ちょうど1時過ぎぐらいだ、うん、そうです、ね、1時半ぐらいにね、うん、2時ぐらいじゃないですか、2時ぐらい、もう2時ぐらいになったの、うん、うん、2時ぐらいでランチが混んでるってすごいよね、うん、おいしい、だいたいみんな、あ、そうだね、今焼き上がりに待ってたもん、そうですね、もう振り切りに先にあのメインのやつを出しちゃってね、そうですね、さて、うん、だけちょっと焼き上がるの待ってくださいっていう状態だと思いますね、甘く、サンバルマト状態あるけどね、ね、ほんとに、まあ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 ね、まあまあしょうがない、しょうがない、寝るから、うん、ね、言うのもかわいそうだしね、まあ、サンバルマト大好きな人はね、ぜひね、入ってなかったら頼んだ方がいいと思うし、ね、うん、今行くなさ、あーって感じ、うん、これ、うん、お味は、ブツツの味出てんだね、うんうん、あげる、ブツツ、ブツツね、うんうん、ブツツの味、アヤンブツツ、うん、まだ熱い、反対は、はいはい、面白いですよ、今本当に少し、本当はね、本当少しだけど、今おめでもらいました、おめでね、くれたね、ちょっとご飯だいぶ少なくなっちゃうからね、きついけど、まあ彼もまだご飯、ね、大丈夫、私少しだけで、わたかさん、大好きな、まあ、大好きです、はい、じゃあ、はい、どうぞ、わたかさん、どうぞ、ぜひで、お前ぜひ入れるか、ぜひです、はい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 、ありがとう、ありがとうございます、嬉しいです、通常よりも多くもらってる感じになる多分さっき売り切れだね、はい、そう、タイミングね、うん、悪かったそう、悪かった、さっき言ったでしょね、うん、うん、これ、うん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 、辛い、この辛いのがいいからね、うん、この辛いな、うん、いや、もういい、美味しいけどね、うん、うん、辛い、美味しい、うん、やっぱ頑張りまた美味しいね、ね、辛い、はい、食べ終わりました、はい、美味しいね、美味しい、ここ最高じゃない、そう、間違いないね、間違いないね、コンデルややっぱり美味しい、ね、美味しい、そうそう、あ、やっぱジューシーだしね、そう、ジューシーですね、あのこうパサパサしすぎてない、人気ない店は鶏肉ちょっとパサパサねしてるけど、ここはもうジューシーになっててね、すごい美味しい、美味しい、あとジンバランの方にもね、こちらの店舗ありますからね、ジンバラン、トゥバンも小さい店舗あると思うんですよ、あ、トゥバンもね、はい、そんな感じで何店舗かねありますんでね、はい、ぜひ最寄りのね、はい、こちらのチェーン店に来ていただけたら嬉しいです、はい、本日は以上となります、はい、これからも有田から最新情報をお届けしますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、本日もご視聴ありがとうございました、バイバイ、バイバイ、悪いぼっきね、¿Quieres uno?